万能王は、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。セクレタリアとと並ぶアメリカを代表する名馬である。20世紀米国の100名馬、第1位。20世紀のトップアスリートベスト100代84位。前王等にジョッキークラブゴールドカップの勝ち馬の、マイプレイがいる。現在に至るまで、アメリカ競馬史上最高の馬の座を、不動のものとしている馬であり。 単に、優れた、競争馬ではなくベーブルースと共に、時代を代表する英雄として語られる存在である。マンノワオは1917年3月、ニューヨークジョッキークラブ会長のオーガスト、ベルモント通夜が所有する、ナーサリー牧場で生まれた。オーガスト・ベルモント通夜の生産馬の場名は、妻で、元女優のエレノアが命名していた。4月に、アメリカが第一次世界大戦参戦を決めると、 ベルモント通与は65歳ながら陸軍に志願し補給担当官となってパリに出征した。これを受けエレノア夫人はマイマン王と命名した。しかし間もなくベルモント通与は軍務に集中するため当年生まれの子馬をすべて競りで売り払うように指示、1918年にサラトガスプリングズで開催されたファシグティプトンのスプリングセールに出品された時には 単に、マン・オー・オーという場名になっていた。愛称は、赤みがかった栗毛の馬体に由来する、ビッグレッドで、必要な場合を除きほとんどこの名前で呼ばれていた。マン・の王は、サムエル・ディ・リドルによって5000ドルで落札された。この落札は後に、リドルの幸運は、ベルモントの不運と称されることになる。マン・のー・オは1919 19年6月にデビューし、8月に、 かけて6連勝を飾った。7戦目のサンフォードメモリアルステークスで、マンノワはスタートで出遅れ、第4コーナーで大きく、外側を通った後内側に寄れ、ゴール前で今度は外側に寄れるという走りを見せ、2着に敗れた。このレースの優勝馬は、バンクルワセという競争場名を持つアップセットで、後にマンノワオに勝った唯一の馬として知られるようになった。 サンフォードメモリアルステークスの後3連勝したマンノーは10戦9勝でこの年のシーズンを終えた。1920年マンノーはアメリカクラシック3冠、第2戦のプリークネスステークスでレースに復帰した。マンノーは同レースを優勝すると11日後にはウィザーズステークスにも優勝した。6月に行われたクラシック第3戦のベルモントステークスは どんなコーナーとのマッチレースとなったが、ダート2200メートルのアメリカレコードを記録し、どんなコーナーに20馬身の喫茶をつけて優勝した。このマッチレースは、当時の新聞によって、ダチョウとガチョウの掛け比べと評されるほど、一方的なものであった。その後もマンノウォーは8戦8勝、うち6つのレースでレコードを更新するという非常に優秀な成績を収めた。 中でもフードウィンクに100馬身物気差をつけたローレンスリアライゼーションステークスでのマッチレースとジョン・ピー・グライアーと接戦となり直線で一瞬前に出られたもののゴール前で抜き返し1馬身半差で勝利したドワイヤーステークスでのマッチレースが有名である。10月にアメリカ競馬史上初の3冠馬サーバートンとのマッチレースで7馬身差の勝利を収めたのを最後に マンノー王は競争馬を引退し、シュボバとなった。獲得賞金は249,465ドルで、アメリカ史上初めて獲得賞金が20万ドルを超えた競争馬となった。なお、マンノー王の活躍を受けて、馬種のリドルの元には2回、それぞれ50万ドルと100万ドルという金額が提示されて、購買の申し込みがあったが、リドルはこれを断っている。 スタイベさんとハンディキャップタネボバとなったマンノワオはケンタッキー州にある牧場で繋ぎをされた。リドルはマンノワオの年間交配頭数を25頭に制限したためマンノワオの3区は最も多い年でも23頭しか生まれなかった。それでも1926年にはアメリカのリーディングサイヤーを獲得しリーディングサイヤー10位以内を10回記録した。 晩年は心臓に疾患を抱え、1947年11月1日、激しい戦痛を起こし心機能が低下したことを受けて安楽死処分された。主な活躍場にアメリカクラシック3冠場、ウォーアドミラルや後継守母場となったウォーレリックなどがいる。日本では直後の月ともが種母場として活躍し、さらに直径守母場のベンチや林房なども活躍を見せた。 なお死後の1957年、アメリカ競馬伝道入りを果たした。マンノワオの母馬のムーバはアラビア語で良いことがありそう。山野光一はエレノア夫人によるこの命名、マイマム王王は夫のベルモント通用を称賛する意図なのか、それとも揶揄するものなのかは、はっきりしないとしている。ありがとうございます。